家好，欢迎来到 C Fashion， 我是主持人的杨子。现在我们是在表参道往青山直走的这一条路，就叫 Miyuki 道里。那 Miyuki 道里呢，这个名字其实很多日本人都不知道，所以看我们的节目呢，你做了一个秘密，对不对？那然后我再介绍一下这条路上面有什么呢？那其实很多我想男生的朋友应该喜欢的品牌，像 Ape 啊，还有 Undercover。那在我背后就有一个很特别的一个西装品牌，就叫 Green Suit。那来到这里青山旅游或者购物的朋友们，绝对不能错过哦。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんか素敵な空間にイリュージョンしてしまいました。ようこそ。めちゃくちゃおしゃれなお二人なんですけど、なんかどっからなんか。から行こうじゃあじゃあ、はい、いいですか、いいよ先に、うん、お兄さん、はい、お名前ですか。はい、大久保です。大久保さん、和明と申します。和明さん、はい、すっごいおしゃれさんなんですけどご謙虚なんかこのやっぱ肩羽織的なのがこう流行ってるんですか今年は。そうですね、まあ、楽に着れるっていうのと、ちょっと暑いっていう暑いすぐ脱げるし、うん、じゃあ今年なんかこう気になるアイテムみたいなのと着方とかでもいいんですけど、あります。バッファローチェックのシャツが。バッファローチェック、バッファローチェックって何ですか。なんかブロックチェックが大きい。え、それだとまたちょっと違う。これだとセディショナリーチェックって言うんですけど、セディショナリーチェックっていう、あのビビアン・ストット周りもちょっとチェックなんですけど、バッファローチェックってもっと分かりやすい四角格子の大きめのブロック体がこうただつながってるやつ、はいはいはい、それのウールシャツが気になってます。なるほど。え、そういう情報って皆さんどこから得てるんです。インスタグラム。あ、インスタか、うん、なんかネットとか雑誌とか、うん、そこら辺歩いてる人たち。そこら辺歩いてる、あ、やっぱ見ます。人間観察します。します。かわいいですか。かわいい。解雇しかしないです。解雇は。なるほどね。幅広い。あ、幅広いね。え、じゃあこれは、これはデニムのシャツですか。そうです。なんか50年代のフランスのなんかワークウェアをなんかパッチした。なるほど。ちょっとオーバーサイズな感じで。やっぱデニム着てますと思います。なるほど。ちょっと前から着てたと思うけど、うんうんうん、今でもいけるし、次のシーズンに買う。なるほど。じゃあデニムオンデニムとかやるじゃないですか、うんうん、いけます。まだいけると思う。なるほど、うん、まだちょっと。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひはい、どこかで、どこかで中国行きます。あ、ぜひぜひ中国の皆さんに